エルシティカリアは、愛知県カリア市、高倉町2-601にある、ショッピングセンター。エディオンエルシティカリア店を中核店舗とする。L は、ラテン語で、50を意味する。1965年には、国鉄東海道本線と東海道新幹線に、挟まれた木沼東部都市計画北カリア土地、区画整理事業が開始され、宅地を建設する。 高倉町に7715平方メートルの商業施設用地が準備された。1976年10月には、刈谷商店街連盟の有志によって、大型ショッピングセンターの建設構想が浮上し、松坂屋、声優伊東洋華堂などが、キーテナントの候補に挙げられた。1977年には、伊東洋華堂が、キーテナントに内定し、 地元主導型の大型ショッピングセンターとして建設が進められた。売り場面積の比率は、キーテナントが四十パーセント、地元が五五十パーセント、コミュニティ広場が五パーセントである。九百七十九年三月には、エルシティという名称が決定し、四月には、非公式が行われた。九百七十九年十一月二十一日に、エルシティカリアが開店し、キーテナントの 伊東洋華道カリア店の他に55の専門店からなっていた。専門店の3分の2はカリア市の旧来からの商店街から進出した商店である。なお、カリア店は伊東洋華道の90番目の店舗であり、愛知県内の店舗としては1978年開店の豊橋店に次いで2番目だった。開店時点では全国で最盛端に位置する店舗であり、 東海地方異性への進出の拠点と位置づけられた。1969年開店のサンテラスカリアに、続いて、エルシティカリアは、カリア市で2番目の大型ショッピングセンターだった。エルシティカリアの証券は、自動車で30分の距離が想定され、地上2階建ての建物の屋上に180台分、周辺に2020台分の駐車場が確保された。 開店後の調査によると、来客者の比率は、刈谷市内が55%、刈谷市外が45%であり、刈谷市外では、大府市、千竜市、高浜市、東浦町、豊明市、豊田市、安城市、北南市の順である。初年度には、売上目標を達成し、1988年度には、売上が100億円を突破した。このように、 地元主導型ショッピングセンターの成功例とされたことから毎年数団体が視察に訪れていた。サンテラスカリアとエルシティカリアの開店によってカリア市の中心市街地にある商店街は大きな打撃を受けており、1987年にはユニーカリア銀座店が閉店している。2021年9月5日をもってイトーヨーカドーカリア店が閉店することが発表され、 予告通りに閉店。その他の一部テナントも同日までに閉鎖され、営業時間も18時までに短縮された。ありがとうございます。